福士蒼汰、写真集イベントに3500人、日刊スポーツ、2013年9月21日、福士蒼汰、写真集イベントに3500人、俳優福士蒼汰、27、21日、都内で写真集、ブルー、マニブックスの発売記念イベントを行った。NHK 連続テレビ小説、アマちゃんの出演で一躍人気を得たこともあり、約3500人のファンが参加。イベント前に会見を行い、アマちゃんの続編があるなら自分も見てみたい。種市という役をまた愛せる機会をもらえたらいいと続編制作を希望した。周囲からも毎日見ていたドラマが終わったらどうしたらいいという声を聞くという。一方、写真集は3日間オーストラリアで撮影したといい、朝起きてから撮りっぱなし、夕日を見ている写真がお気に入り、未来を見ているいいねとアピールした。福士蒼汰、種市先輩ブレイクに全然実感がない、セカンド写真集でさらなる魅力を披露。クランクイン2013年09月21日、福士蒼汰、種市先輩ブレイクに全然実感がない、セカンド写真集でさらなる魅力を披露。NHK 連続テレビ小説、アマちゃんで主人公、アキが憧れる種市先輩を演じ、2013年上半期ブレイク俳優ランキング1位を獲得した福士蒼汰が、セカンド写真集、ブルーを発売。それを記念して21日、東京、三省堂書店、神保町本店で握手会イベントが開催された。関連、セカンド写真集の撮影費を語ってくれた福士蒼汰、ブルー発売イベントの様子、撮影は3月のオーストラリアで敢行された。24時間撮ってたので、リアルな食事とかも入ってますと明かした福士は、1日目に宿泊した家が一軒家だったんですが、ルームシェアみたいにたくさん部屋があったんです。そういうところに住むのが夢だったんで、ワクワクして楽しかったですと印象的だった撮影秘話を披露した。ブルーの意味について最初は特に考えていなかったんですけど、最初に泊まった家がブルーだったんです。海も空も衣装も青い。名前にも青が入っているということで、そのまんまブルーということになりました。ブルーだって言わんも出たんですけどね、それがおかしいかとかっこ笑いとタイトルのエピソードについて語った。上半期ブレイク俳優ランキングについては全然実感がないですね。びっくりもしなかった。呆然でしたと率直な感想を明かしながらも、種市先輩って声をかけられることが多いですね。後ろの方でこっそりジェジェジャンって言われてるのも聞こえたりします。超と街での反応があることも語った。11月23日には、今回の写真集には収録できなかったカットを中心にしたファーストトレーディングカードの発売も発表。発売に合わせ、東京関西でのイベントも決定している。福士蒼汰セカンド写真集、ブルーは現在好評発売中。心理学で検証する松井樹が連続パーで勝った理由、日刊現代2013年9月20日、心理学で検証する松井樹が連続パーで勝った理由、ネット上では幼少疑惑までささやかれている AKB48 じゃんけん大会、じゃんけんでセンターの座を勝ち取るという企画なのだが、今年は SKE48 と AKB48 県民の松井樹が16が、初戦から全部パーで7連勝して射止めたもんだから、幼少か奇跡かなんて感覚だ。まあ、幼少かどうかはさておき、7回連続パーという作戦は正解なのか。心理学博士の鈴木上職氏は一般論ですが、一か八かにかけた積極的な意思の勝利でしょうねとこういう。昔の話ですが、最初にルールを出すのは承認タイプと言われたものです。お金をがっちり守るというイメージで、要するに人は防御本能が働くと身を縮こませるし、拳を握ろうとする。緊張を強いられる状況ならなおさらで、自然に出すのはルーです。グーに出すのはパー。作戦としては間違っていないわけだ。例えば、身を挺して家族を守ろうとするときなどは、人は体を開いて立ちはだかります。つまりパーは積極的、意思の強さの表れとも言える。必ず勝つという意思と野望がなければ、7回連続では出さないでしょう。鈴木氏。ちなみに、時はその中間。昨日、19日放送の笑っていいとも、2生出演した松井は、初戦にパーを出すのは決めていた。2回戦もパーで勝ったので最後まで行った、なんて話していた。それぐらいギラついた意思がなければ、アイドルの世界での仕上がれないだろう。じゃんけん優勝の松井樹が、無論で心境本当に同様、シネマチュデイ芸能ニュース、2013年9月19日、じゃんけん優勝の松井樹が、無論で心境本当に同様、AKB48-34GH シングル選抜メンバーを決める第4回じゃんけん大会で優勝した SKE48 県 AKB48 の松井樹が18日、オフィシャルブログを更新し、本当に同様していますと心境を綴った。樹が AKB48 で単独センターの座を掴むのはこれが初めて。まずは皆さんの応援のおかげで、じゃんけん選抜、センターを取ることができました。とファンに喜びの報告をした樹が、本当に動揺しています。大丈夫かな？不安です。と自身初となる AKB48 での単独センター決定に本音を取ろう。それでも本当に、たくさんの方の力をお借りして頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。とセンターとしての覚悟をにじませ。そして、じゃんけん選抜だけじゃなく、センターとして認めていただける人になるように、頑張ります。と意欲を燃やしている。AKB48 第4回じゃんけん大会は18日に日本武道館で行われ、ジュニアは初戦から決勝まで5試合全てパーを出して勝利した。朝倉武と。楽天マークン絶好調の裏で、両サイ・サトダマイを悩ませるストーカーメールの存在、日刊サイゾー 2013.09.21、楽天マークン絶好調の裏で、両サイ・サトダマイを悩ませるストーカーメールの存在、昨年夏から25連勝、まさに怖いものなしのプロ野球楽天田中将大投手だが、実は妻のサトダマイがストーカーメールに悩まされているという、敵は、週刊誌の記者だけではなかったようですと楽天関係者、8月下旬、楽天ワール出版社に、今後一切の取材拒否を通達した。理由は、同社発行の週刊誌の記者が田中拓に無断取材を行い、在宅していた妻、サトダマイを困惑させたことだった。以降、これとの関係の記者たちの間でもピリピリムードが漂い、あるスポーツ紙の記者はうちの芸能記者が先日、ちゃんとした取材でサトダさんに会ったんですが、マー君に関する質問は自粛したと話すほど、多くのマスコミにとって、田中への取材環境を失うのは痛手で、前出出版社への厳しい対応は大きな見せしめとなったわけだ。しかし、その後に起こったのは謎のストーカーメール騒動。前出関係者によると、サトダの携帯電話に見知らぬメールアドレスから、今、バツバツにいるでしょう、などと場所を特定するものや、バツバツ大人会したいんだって、など、友人との会話内容に沿ったものが届いたらしいというのだ。詳しいことはあまりわかりませんが、田中サイドは取材拒否を受けた記者の嫌がらせだと思ったみたいで、一応球団が出版社側に問い合わせはしたそうです。でも、田中拓へ突撃した週刊誌の記者は、取材拒否問題を受けて担当を外され、別の取材で関西へ出張中、同行したカメラマンによってアリバイなども認められ、今回のストーカーメールとは無関係となったんです。どう、先の迷惑記者ではない何者かが里田に嫌がらせを言っていることになるが、芸能記者からは、里田は交友関係が広く、彼女のメールアドレスを知っている者は少なくないという話もあり、容疑者の範疇は広そうだ。単なるいたずらであればいいが、その内容が当たっているだけに不気味である。球団内では、大活躍のマークも若干人間もいるので、表に親しくしている内部関係者による犯行や、ライバル球団の工作など、いろいろな説が噂されています。中には、マークが結婚前に付き合いがあった福岡の風俗場に付きまとわれていたことがあるから、彼女の犯人かもと話す人もいますし、どう、また、最近は芸能界で所得の高いタレントらを狙って自作自演のネットトラブルを起こし、高額なセキュリティを売り込む悪質な業者の話もある。現時点では犯人は分かっていないが、いずれにせよ田中への取材に緊張感が走っている今、その被害の詳細について聞ける記者もいない。クライマックスに入る大事な時期だけに、快挙の邪魔にならないことを願いたいが、軍イコール鈴木テレ朝竹内義也が上司と個室を入れマッサージ目撃談ダックダック 2013.09.21 テレ朝竹内義也が上司と個室を入れマッサージ目撃談現場を目撃した女性が声を潜めながらも興奮気味にこう話すさすがに目立って可愛かったテレ朝日の竹内義也が27だったんですけどオーラが違いましたしかも男性と2人でお湯マッサージのスパに入っていったんです竹内アナといえばミュージックステーション報道ステーションサンデーなどのレギュラーのほか世界水泳のキャスターなども担当したテレ朝日の若きエース元ミス KO というリモート清掃な雰囲気からフジテレビの加藤パンことかと親子と並ぶ人気女子アナである冒頭の女性が竹内アナのツーショットを目撃したのは7月中旬の夜2人が入っていったのは六本木の人気スーパーだった相手の男性はテレビ朝日のスポーツ局に所属するエース氏40スポーツ番組の担当が多い竹内アナにとっては上司に当たる人物だ
S さんは世界水泳やロンドン五輪プロデューサーなどを務めるスポーツ畑の人。学生時代にアイスホッケーをやっていた長身のスポーツマンです。面倒見がいいし、母性をくすぐるタイプで女性から評判がいい。竹内アナとは大助さんでや世界水泳、五輪でも一緒でしたね。ただ、交際はどうかな。彼は結婚しているし、いい上司と部下だと思いますが、かっこテレ朝関係者。S 氏の妻は元オリンピック代表の水泳選手、萩原智子、かっこ33。萩友の愛称で知られた美人スイマーだ。1999年に取材を通じて知り合い、8年の交際を経て2006年に結婚している。ということは、S 氏に仕事の相談に乗ってもらっただけかもしれない。だが、問題はその1階場所。県のスパは、普通の男女別の入浴施設とは違い、完全個室。芸能カップルがお忍びで訪れることも多い。各部屋は高級ホテル並みの豪華な雰囲気で、岩盤浴ブースのほか、かけ流しの湯船、シャワー室、和室スペースが設けられている部屋もある。岩盤浴に入るときは、専用の短パンと T シャツに着替えるな。着替え専用の場所があるわけでもなく、密室で2人きりになるので、単なる友人の男女が2人で利用するには相当ハードルが高い。利用者のほとんどはカップルや、関係発展を期待する友達以上、恋人未満の2人だというのだ。通常は岩盤浴で温まった後、マッサージ施設に移る。この時は裸にマッサージ用の紙パンツ1枚という。そんな格好であの竹内アナが S 氏とマッサージを受けていたのだろうか。以前にも同じ2人で入っていくのを見たんですよ、とは目撃した冒頭の女性。テレビ朝日広報部は、プライベートに関することであり、コメントすることはございませんと回答。最近、超多忙な竹内アナ、疲れを癒すために単にマッサージを受けていただけ、そう信じたい。週刊ポスト2013年10月4日号。玉木宏さんの伝票、撮影し投稿イコール成田空港転任がツイッターに、時事通信社2013年9月21日、玉木宏さんの伝票、撮影し投稿イコール成田空港転任がツイッターに、成田空港の土産物店転任が、買い物に来た俳優玉木宏さんのクレジットカード伝票を撮影し、ツイッターに投稿していたことが21日、分かった。しかに桁を除くカード番号や玉木さんのサインが分かるものだった。店舗を運営する NAA リテイリング、千葉県成田市は玉木さんの事務所に謝罪するとともに、関わった店員2人を解雇などの処分にする方針。同社によると、玉木さんは16日午前、第1ターミナルビル内にある土産物店を利用。支払いに使ったクレジットカードの伝票を接客した女性店員、23がスマートフォンで撮影した。写真の提供を受けた同僚の女性、19が17日午前0時頃、今日店に玉木さんが来ましたとのコメントとともにツイッターに投稿。直後にこれは犯罪、すぐに削除してくださいという内容のコメントがあったため、約20分で削除したという。ヒット名機さえやらず、アマちゃん同年齢と半沢直樹、坂井雅人の CM ドラマ高騰中、日刊サイズを2013.09.22に、ヒット名機さえやらず、アマちゃん同年齢と半沢直樹、坂井雅人の CM ドラマ高騰中、今月の大ヒットドラマといえば、アマちゃん NHK と半沢直樹 TBS 系広告業界では、それぞれのドラマに主演した同年齢と坂井雅人の CM ドラマが倍増する勢いだという。同年の昨年時点での CM 契約基準価格は300から800万円だったが、ドラマ効果で最高2000万円にまで跳ね上がりそうで、一方の坂井も2000万円から3500万円にアップ。同年に至っては、朝ドラのヒロインに抜擢された時点で1000万円にアップしたばかりなのに、ここに来てさらにアップですからね。坂井にしても、ドラマ放送中の3ヶ月間で1500万円も値上がりしましたから、両者とも凄まじいほどのインフレぶりです。中間指揮者。ちなみに、二人のギャラは芸能、スポーツ界の相場ではどの程度かというと、坂井の3500万円は山下智久や福山雅治などとレベル。同年の2000万円は剛力彩芽や鈴木京香、ベッキーらと並んでいる。同年の場合は、当分はアマちゃん人気が続くでしょうから、CM からのさらなる上昇も見込めますが、問題はアマちゃんの出演作。従来のアマちゃんで確立したイメージを踏襲するのか、それともマンネリを避けるためにイメージを一新して新たな路線を歩むのか、それによって人気も CM からも大きく左右されそうです。その意味では、アマちゃんの次が勝負だと言えるでしょう。有役で能年と共演した橋本愛の方は早くも次回作が決まっているのに対し、能年は未だ決まっていないわけですから、所属事務所が慎重に次回作を吟味しているところなのでしょう。一方、人気と実力のお茶の間に定着した感のある作は、今後 CM から大きく上下することは考えにくく、高止まりした状態が続くのだと思います。どう、いずれにせよ、この夏の話題を独占した能年と坂井には当分の間、CM 出演のオファーが殺到するに違いない。裏芸能、香川照之。歌舞伎界で番外しニュースカフェ、2013年9月21日、香川照之、歌舞伎界で番外し、デスク、この夏、NHK 朝ドラ、アマちゃんと共に、いや、それ以上に注目されたドラマ、半沢直樹、TBS 系も22日放送で終わりだな。記者、主演の坂井雅人、39をいびり倒すメガバンク常務を演じた香川照之、47なんですが、デスク、いいヒールぶりを発揮してため、記者、実生活でも、腹黒いっていう評判が立っています。デスク、って言うと、記者、ご存知のように、実の先代、市川猿之助イコール現、猿翁イコール、73の後継者として歌舞伎界に進出したい。とちょうど2年前2011年9月に宣言し、昨年6月に市川中車、中車として歌舞伎俳優になったじゃないですか。デスク、自分の息子、市川男子イコール男子イコール、中として育て、将来的には猿之助にしたいっていう腹だろ。記者、なのに香川は相変わらずテレビ中心でボクシングの解説までしたり、歌舞伎俳優の稽古もおろそか、歌舞伎界からずっと霊視線を浴びています。デスク、予想されたことではあるよね。記者、そこで香川の良いところとしているのが松本幸四郎、71なんだそうです。10月にある幸四郎の公演に男子を出演させるなど接近が急です。デスク、猿翁はパーキンソン病は治らないだろうし、仕方ないんじゃないの。香川と幸四郎は東京の名門男子校暁星学園の先輩後輩でもあるしな。記者、二人が接近する理由は、幸四郎が知名度の割に歌舞伎界で集客力がなく、公演のチケットが売れないこともあるんです。香川の方は、その名前で舞台に上がればチケットが手に入らないほどの人気。半沢ブームでますます香川の舞台に立てば集客を期待できる。幸四郎の方は若い時からテレビやミュージカルに出てきたこともあり、香川には親近感を持っているし、二人乗り合いの一致と、デスク、歌舞伎界の本流である成田は市川海老蔵、35の父、市川團十郎、去年66が今年2月に亡くなったばかりで、歌舞伎界の勢力地図にも変化が出てるってか、記者、その辺りの力学を見ながら、幸四郎にすり寄る香川の番外しが始まりそうです。デスク、さすが東大で、と言っておくよ。ダンミツ、主演映画、裸で楽だった。公開迎えスタッフに感謝。オリコンスタイル2013年09月21日、ダンミツ、主演映画、裸で楽だった。公開迎えスタッフに感謝。グラビアアイドルで女優のダンミツが21日、都内で行われた主演映画、甘い道の初日舞台挨拶に出席。同作で SM やヌードシーンなど過激な演技に体当たりしているが、私一人ではなく、カメラを回している方々の汗が滴り落ちるくらいギリギリでやっていた。私だけじゃないというのが励みになったとスタッフらに感謝。さらに、逆に自分が裸で楽なんじゃないかと思うくらいだったと冗談交じりに明かした。また、鞭で打たれる、縛られるといった過激シーンが多いことから、司会から大変だったのでは、断られるも、初めてじゃなかったんで、としっかり顔で回答。主演作の公開を迎え、みんなで一丸となって一つのものを作ってる。その現場の仲間に入れてもらってるというのが固まりましたと考える限り振り返った。石井隆監督はこの作品でダンミツさんとマミヤ、勇気を羽ばたかせてあげようと思ったと明かしたものの、昨年9月の撮影開始からダンミツが瞬く間に大ブレイク。石井監督はテレビとかネットがダンミツだらけになって、この映画をステップにするはずが、手の届かないところまで行ってしまったといい、公開する頃にはいなくなっちゃうのではないか。その人は私じゃないです。似てるから小ミツですと言われてしまったらやばいと思ったと明かし、会場を笑わせていた。舞台挨拶にはその他、マミヤ勇気、原作者の大石圭司が出席した。第9地区ニールブロムカンプ監督最新作 SF アクション大作エレジウム日刊サイズ2013.09.21第9地区ニールブロムカンプ監督最新作 SF アクション大作エレジウム今週紹介する新作映画は未来を舞台にしたハリウッド製 SF アクション大作と実在の死刑囚に取材したノンフィクションに基づく和製犯罪ドラマ一見印象が大きく異なる2本だが格差貧困といった現代の問題を浮き彫りにする社会派作品という共通項もある9月20日公開のエレジウムは
第9地区、09のニール・ブロムカンプ監督がマット・デイモン主演で SF サスペンスアクション。2154年、人類は地上から400キロ上空に浮かぶスペースコロニー、エリジウムに暮らす富裕層と、スラム化した地球で過酷な労働と生活を強いられる貧困層に二分されていた。スラム暮らしの労働者マックス、デイモンは、工場の事故で大量の放射線を浴びてしまい、余命5日と宣告される。エリジウムにはどんな病気でも治せる装置があることから、マックスは弱った身体を外骨格なスーツで強化し、エリジウムへ潜入を試みる。南アフリカ出身のブロムカンプ監督は、かつて悪名高いアパルトヘイト政策を取っていた同国の人種差別を人類に隔離され支配されるエイリアンという構図で風刺した長編デビュー作、第9地区で高い評価を得た。今作でも、超リッチで高度な医療を享受できる層と、貧しく抑圧される層との格差を、天空のコロニーと地上のスラムという分かりやすいメタファーで描く。作品中に登場する日本刀や手裏剣、武士の高中にいたプロテクターなど日本カルチャーからの影響も明らかで、特に岸のユキト作の SF 漫画、10名、ギャンムと世界観がよく似ている点は、海外の映画情報サイトでも指摘されている。ちなみに10名の映画化権はジェームズ・キャメロンが取得したな。超人的な女戦士が活躍するキャメロン制作のテレビドラマ、ダークエンジェル・デブロムカンプはリードアニメーターを務めており、10名の存在を知っていても不審ではない。こうした先行作品からの影響や共通点もマニアックにチェックするもよし、CG で驚くほどリアルに描かれたロボットやエリジウムの景観、スリリングで迫力満点のバトルに感嘆し興奮するもよし、様々な楽しみ方ができる娯楽大作だ。続いて9月21日に封切られる凶悪、R15 は、死刑囚の告発をもとに、脱死者が未解決の殺人事件に迫っていくベストセラーノンフィクション、凶悪、ある死刑囚の告発、身長45編集部編を映画化。東京高知署でヤクザの死刑囚、須藤、ピエールたちと面会した脱死者の藤井、山田孝之は、須藤が死刑判決を受けた事件の他に、3件の殺人に関与しており、すべての死亡者は先生と呼ばれる木村、ビリー・フランキーだと告白される。藤井が調査を進めると、やがて恐るべき凶悪事件の真相が明らかになっていく。多額の借金も抱え家族からもお荷物になっている高齢者を預かり、両親などに見せかけて殺しも献金もせしめるという、ある意味究極の貧困ビジネスが実在することに驚かされる。取材を通じて先生らの凶悪な行為に触れるうち、次第に狂気に感染して変貌する藤井を演じ切った山田孝之が圧巻。藤井の認知症の母親と介護に疲弊する妻、池脇千鶴のサブストーリーを織り交ぜることで、特殊な凶悪事件とジャーナリストの話にとどめず、多くの人にとって身近で切実な高齢化と介護の問題や、日常に潜む邪悪な感情と地続きであることを実感させる。監督はロストパラダイスイン東京、10の試合しかずに、長編2本目にしてこの構成力と演出力、緊張に満ちた語り口と重厚な映像に、今後のさらなる活躍を確信するはずだ。文イコール A など、この編集スタッフ高森郁也。ジミー大西、マット・デイモンになりきって来日風会見、お笑い回復期への心境を語る、楽天ウーマン2013年8月29日、ジミー大西、マット・デイモンになりきって来日風会見、お笑い回復期への心境を語る、ここのお笑い芸人ジミー大西なり19日、都内でハリウッド大作映画、エリジウムの主演俳優マット・デイモンが来日しないことから、劇中のマットになりきった姿で来日風記者会見を行った、丸坊主のカツラをかぶり、パワードスーツに身を包んだジミーは光栄だし、やった、と思ったと嬉しそうで、さんまさんからも似ていると言われていたので、別に不審ではなかった。周りからはジミーの方が圧倒的に多いけれど、マットとも言われるので、と今回のオファーにご満悦。画家としても活動しているだけに近況を聞かれると、最近は雨と天気があって雑草が早く伸びてくるので、草刈りがメイン、秋まで続くと思うので忙しいと説明する一方で、お笑い方面については新しい人が出てきているので自信がない。そっち、草刈りの生活になれたので、元に戻るのには時間がかかるとも同様に推しだった。それでも明日も草刈りやってる、と聞かれると、すかさずやってる、やってるー、と鉄板ネタを披露していた。同作は、長編映画デビュー作、第9地区が第82回アカデミー賞作品賞にノミネートされた若き記者ニール・ブロムカンプ監督による、待望の長編映画第2弾。スペースコロニーエリジウム理想郷に住む富裕層と荒廃した地球に住む貧困層に二分された未来世界を舞台にエリジウム政府に戦いを挑むためにレジスタンス活動に身を投じたマックスダコスタマットの活躍を描くマットとして会見に臨んだジミーは奥が深かったです細胞とかいろいろな要素があって突き詰めていったら科学的だなと思ったと作品を分析しパワードスーツを着用しての撮影をトイレに行くときにチャックを下ろしづらくて手も洗えない食事の時もグローブをはめているので食欲も減りましたと苦労と共に振り返った派手なアクションシーンにもチャレンジしたそうで寝転がるシーンがいっぱいあるとアピール貧困層の主人公を演じたが生まれなロングハウス長屋だったので経験はありますさんまさんを見て富裕層を感じましたと役柄に共感を寄せ自身のエリジウム理想郷については65歳で年金ももらうこと働かない生活を送りたい年金で温泉に行ったり皆さんと一緒に公園でお茶を飲んだりしたいと将来の夢を語っていた映画エリジウムは9月20日より全国公開